はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、お待ちどおさまでした。 QCI の iBuds Plus、 これオープンボックスいきたいと思いますね。予告の3本立て、いよいよねラストになります。腰はね、前回はこっちだね。前回はこれを開封したんだけども、今回は、ね、まあ、見た目がねすっごい似てるんだけどね。はい、これも期待の一品になります。はい、じゃあね、どんなイヤホンなのか見てみましょう。ピョン、ね、はい、LDAC 対応ハイレゾ相当のね、ハイレゾ相当の高音質ということで、ね、まあ、従来の3倍音がいいよということです。で、新たなリスニング体験にということで、これがなんとね、これ計算能力が8倍って書いてあるけど、まあ、アダプティブ低周波補正ということで、まあ、アクティブノイズキャンセリングのところだね、これね、おそらくね。正確なイクライザー調子により、すべてのビートが豊かな DTL で生き生きと再現されていますということで、アダプティブ低周波補正、ね、ここのところ、ね、まあ、数字よりも音でどう聞こえるかなんだよね、本当。まあ、おじいは、この理屈よりも実際に聞いた音で皆さんに説明します。はい、そして 13mm ダイナミックドライバーということで、まあ、低音も期待できる。で、この間ね、なんか勘違いしてる人もいたけど、低音が出てると中音高音がないって考える人がいるけども、違うよ。13mm のダイナミックドライバーで低音がパシュンパシュンからボンボンとかね、このボンボンの音が出る出ない、ね、ここの違いなんだよ。で、中音とか高音って、低音が出てると中音高音が出ないっていうのは昔の話だよね。昭和の中期ぐらいのお話で、低音が出ると中高音が出ない、中高音がすると低音がないっていうね、どっちかだったんだけど、今は結構もうマルチドライバーでね、低音が出ても中高音邪魔しないとか、そういった技術があるのでね、13mm 使ってるとかなり太いスピーカー鳴らせるような低音がね、ボンボンがこうイメージ的にそう感じる低音が出るんだけども、中音高音が綺麗に出るイヤホンはいくらでもありますね。今回も期待します、これはね。はい、それでね、これ何何これこれ何よいしょっと、これ何を言いたいの。一般的なインナーイヤー型との比較ということで、あ、周波数ね、周波数ね、うん、カッコグリーンってなんだろう。一般的なインナーイヤー、一般的なのに比べて、この周波数の波長がね、これがね、これがどうなるのか、よっぽどマニアじゃないとわかんないけど、で、実際に聞いた音でおじいはね、確認します。はい、こんな感じね、わーんって感じね。はい、心地の良いデザインね、わずか 4g ということです、うん、で、マルチポイントね、まあ、複数接続したい方も今の時代はね、いらっしゃるでしょう、で、これね、前回と同じ6機のマイクがついているのでね、もうどこからでも音を拾える、そしてノイズキャンセリングによって綺麗な音質で会話ができますよっていうのも売りの一つになってます。はい、で、 Bluetooth 5.3 のチップで、ね、まあ、早くて安定してますよということです。で、低遅延、ね、はい、で、最大28時間の連続再生ということです。アクティブノイズキャンセリングをオフの状態だと充電ケース込みで28時間、イヤホン単体で5時間の再生ができます。で、アクティブノイズキャンセリングはオンだとケース込みで23時間、イヤホン単体で4時間ということです、ね。まあ、ボリュームにもよるだろうけどね、このボリュームによると思うけど、このちっちゃいところに書いてあるでしょうね。書いてなかった。だいたいボリューム何パーセントぐらいですってね。はい、で、あとアプリでいろいろね、ごにょごにょできますよと。はい、バッテリー残量が分かる、カスタマイズできる、ゲームモードがある、イヤホンを探せる、ね、ファームウェアの更新ができる、モードの切り替えができる、ね、タッチ操作ができる、
立ち操作が苦手な方は立ち操作をオフにすることもできる、ね、はい、あのこっちの方のやつ見ていただければ、ね、結構詳しく説明したので、じゃあオープンボックスいきたいと思います。パッケージは日本語が、ね、はい、裏側はちゃんと、ね、日本語がぎっしりと書き込まれています。あのジャパニーズ専用パッケージになっています。で、新品未開封はこれビニールついてるんで、もしビニールのないものが届いたらそれは中古ということになります、ね、まあ、目安にしてください。はい、じゃあ開封しまーす。よいしょと、ね、いや、どんな音なんだろう、楽しみだな。はい、じゃあ開けまーす。いいよ、もう焦るおじいは早く開けたいね。はい、旧市内のイヤホンで、これが本体。よいしょと、よいしょ、ね、あらまっしょ、形そんなに変わんないな、形一緒だなこれ。で、この中にイヤーピースと申し訳程度の充電器、申し訳程度したらちょっとあれかもしれないけど、この中にね、あれしようか、この中にね、申し訳程度の長さの充電ケーブルと、お、あ、これはあれか、これはあれがないタイプね、あのクラゲが、あ、なるほど、なるほど、クラゲがないやつね、うん、そっか、私クラゲ好きなんで。はい、でこれね、日本語マニュアルになってます。でこれはジャパニーズ専用のマニュアルになっているので、表も裏も日本語で書かれています。まあ、ご利用になるときには必ず見て使ってください、ね、で、あと本体は前回紹介したのと比べると、あ、ちょっち違うね、うん、ちょっち、あの微妙にね、こっちの方がちょっちちっちゃい、ほんとね、ほんのちょっち、厚みは変わらないけど、ほんのちょっちね、違います。で、充電するのはここ。で、ここにボタンがあるので、リセットするときは、ここね、ここ長押しでリセットします。片っぽしか音が聞こえなくなっちゃったっていう場合は、長押しすればね、リセットできると思います。はい、で、もうおじい2回目だからね、もう失敗しないぞ、本当。QCY はこれね、はい、こうやってイヤホン取ったら、まずこっち側に、こっち側にこれペリペリ当て取って、あとこの外側、これデザインじゃないからね、これも実はペリペリで、これ取らないと、下のこの金属部分を隠されたままだと、実は充電ができない。おじいはね、前回ね、ここだけ取って、ね、で、充電できなかったのよ。で、あの、これね、これ、デザインだと思ったんで、いやー、失敗したなーと思って、ね。で、こうやって戻すと、ここがね、白くなって、ちゃんと充電できるので、ね。で、あの、今ね、こう一瞬で、ね、赤く。今ね、赤く一瞬ね、いくよ、ほら、あれ、もういっぱいなのかな、赤く一瞬光ったんだけど、もう充電いっぱいなのかもしれない。ということで、じゃあ接続します。いいよ、そうだったらもう接続するよ、ね、はい、ということで、Bluetooth をオンにして、ほら、今開けた、赤くで、あの、赤くなったんだけど、充電中で。もう、まあいいよ。はい。
そしたら多少なりともバッテリーがあることを願って、はい、来ました。で、ペアリングします。さあ、これでバッテリーの残量が分かるので、どれぐらいあるのか。ね。何パーセントぐらいあるのかな。100% あるじゃん。ね。うん、じゃあ、行きましょう。じゃあ、QCY のアプリを起動します。はい。そしたら、今度ここでね、プラスボタンを押して、デバイスの追加を押します。出てきた。今度はちゃんとここに認識するんだね。来た。ね？で、ペアリング簡単にできた。うん、で、右 100%、左 100%、ね。それで、うん、ね、なんか、これ、よいしょと。で、このステータス、ここはもう前回説明したのと同じで、ね、いろんなモードとかノイキャンとか、ノイキャンのレベルが3段階あるので、まあ、もう、最初標準で聞いてみたいので、うん、さあいきなりどういう音がするのかちょっと一回戻してからなんか喋るのかどうなのか、ね、これは何だっけな、サウンドピースというと名前が、結構人気あるんだよね、このクラゲがないやつ。こうやってね、ちょっと前の方にやって。何にも言わない。あ、ピーリン。喋んない。ピーリン。音。え、繋がったのかな、ほんで。ちょっと音楽を再生してみます。一応ちょっと、バンクがあって嫌だから、無難なやつ。あー低音来てる、13mm、前回のイヤホンとどう違うのか、このまんま聞いてみればわかるんで、何が違うの、ちょっと待ってよ。低音が全然違う。うん。低音が違う。今開けた方のやつの方が、全然低音が出てる。大きさが。こっちもドライバー大きかったはずなんだけど。中音、ボーカルの感じは全く同じような気がする。この楽器はあんま強調されてないな。うん、で改めてちょっとこっちを。これの低音を増幅したら
こうなるのかなっていう、もうまんまその音だな。どうしろって言われてもそこしか分かんない。同じで今ノーマルの状態で聞いててね、うん、箱出し直後だけど、まあボーカルはちょっとここに障子が一枚あるかなって感じで、高音のキラキラした音はちょっとこの音楽では出てこない。低音はそこそこ出てるけど、うん、まあ要はイージブだね。でこれがノーマルなんでちょっとエフェクトを変えます。今ねこれ実は AI オーディオっていうのになってるので、これをねデフォルトにします。あれ何にも変わんない。え、 AI オーディオとデフォルト何にも変わんないんだけど、ポップ、あポップはね、ちょっと全体的に近くなった。音量も大きくなったけど、近くなった感じ。ベース。こっちの方だと、ベースすごくいいよって言ってたんだよね。ロック。あ、ロックはね、高音が結構強調されて、シャリ気味で。ソフト、あーなんか力強さがなくなった。本当ソフト、クラシック、中音もちょっと出すぎてなんか割れてるような、うん。じゃあノイキャンを通常から、あれノイキャンが通常とアダプティブしかない。あれなんで？あれ？ノイキャンがアダプティブと2個、あれ？そうなの？ノイキャンオンオフ、あああー、なるほど。こっちノイキャンの種類、あの、いろいろあったけど、そこで差があるんだ。やっぱ、こっちとこっちで、グレード分けっていうか。なるほど。じゃあ、通常からアダプティブに行きます。ちょっと C だね、これね。周りの音をキャッチして。で何ができた？何が変わったんだろう。音が変わったらおかしいんだよ。あのノイキャンだから。うん。なので。聞こえない。これ、あ、コード部分か。これは聞こえないね。見事に聞こえない。手は痛いけど。全然聞こえない。すかり これは全然聞こえない。1は
こえない。これぐらいのノイキャンです。だからね、こっち側でマックスにした感じのノイキャンがいきなりオンになるということです。うん。ノイキャンはいいよ、これ。あ、外音取り込みモードないんだ。あ、ここで終わり。これで終わりか。風切り音カット、うん、風切り音カットをオンオフとかね、エリダックオンオフがあります。ああ、そっか、昨日はちょっとこっちのが、ちょっとっていうか、だいぶ少ないんだね、これがね。ああ、なるほどな。こっちのクラゲがある方は、すごいモードがいっぱいあって、はあとか、外音取り込むモード、わあ、これいいよってなったけど、これはないってことなんだね、結局ね。うん、そういうことだね。なるほど。まあでも音はすっごい似てるので、もうめちゃめちゃ似てるので、ね、ちょっといつも聴いてる曲を聴こう。じゃあうん、うん、どういう音かっていうと、まあ、ストレートに言うと、ネホンに使えるイヤホンです。ネホン。ね、それはね、滑らかにくいので、丸みがある音です。綺麗な言葉で言うと。なので、寝ながら音楽を聴いていて、断捨離が強いと、脳を刺激して、ずっとね、寝れなくなっちゃうのよ。ね、でも全体的にこう丸い音っていうのは脳を刺激しないから、こう寝落ちしちゃうんだね。これはね、だから本当寝本に使える、うんね、イヤホンだと思います、うん。まあ、どっちかというとそのドンシャリとかクリアとかね、今流行りのそっち系ではなくて、マイルド系で滑らかに聞きたいかなっていう人のためのイヤホンかなと思います。まあ、紹介する順番がちょっと逆になったかもしれないけどもね、うん、まあそうね。じゃあちょっと最後の検証はハイレジを再生します。まあね、エイジングしてないからね、ちょっとあれだけど、ハイレジを再生します。ウォークマンが入ってきます。うん、低音がすごい強調されてる。うん、あのね、5秒聴いてるとこの世界の中に入れる、このマイルドに包まれたバリアの中に入れる。聴いた瞬間はなんて言うんだろうね、聴いた瞬間はちょっとまだエイジング前だし、ちょっと困り気味かな、低音が、バランスが低音が強く出すぎかなって思うんだけど、5秒でその中にフッとこう入っていけるので、刺さると気になるけど刺さらないんで、ね、そこの世界の中に入っていけると思います。うん、ただ寝るときも聞ける、本当に脳を刺激しない、ね、そういう感じで優しく聞けるイヤホンではないかなと思います。基本的には低音の強さが違うだけで、音の中高音の出方はほとんど変わらないので、低音の強さだけなんで、低音が好きか苦手かで使い分けるのがいいかもしれません、うん。一応オープンボックスなんで、ちょっとまた馴染んだらまた動画作ってみたいと思います。
はい、そういうことで、お値段の方行きたいと思います、ね、はい、まあ、こっちよりはお値段がねちょっとお手頃だと思います。じゃあ行くよ、ズバリ、せーの、ぴょん、ダン。はい、お値段は6980円、通常は7480円のところ 7% オフで6980円、うん、で表クーポンが 15% オフのクーポンがあるので、ここをチェックして注文するとポンダン、ね、5933円、ね、6000円弱ということになります。6000円弱です、ね、はい、そういうことで、ね、まあ、オープンボックスなので、ちょっとなじましてからまた音がどう変化するのかをお伝えできたらいいなと思います。はい、さあ化けるかな、本当はね。はい、次回の動画もまたお楽しみにしてください。まあ、だけど今回はね、もう期待の QCY ね、アイリーブッチプロプラスという名前のイヤホンを紹介させていただきました。前回紹介したね、こっち、これね、これはね、これはメロブッチプロ、ね、これはすごい多機能なんで、アプリの方がね、これね、でも私思うんだけど、値段も値段だし、アプリで機能しての差別する必要ないじゃないかな、なんでさ、つけるのかなって思うんだけど、つけないっていいんじゃないのかなと思うけどね。だってどっちもエルダック対応でハエゾなんでしょ、なんで差つけるのかな、差つけなくていいと思うんだけどね、うん、またなんでなのか後でちょっと質問してみようかな、これね。はい、それで今回はエディプチプロプラスの方をオープンボックスで紹介させていただきました。で1個前の動画でヘッドホンの方もね、こっちの方もオープンボックスで、ね、一緒紹介させてもらって、こっちの方もエイジング、ね、同時進行で並行でやっていくので、寝室でずっと書きっぱなしにしておくので、ね、まあ、どう変化するのか、こちらの方もまたお楽しみにしてください。はい、そんなわけでオープンボックスここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。